朝飯はね、ラッピータパン。マヨネーズをマーにかけて。味の素のね、ページに載ってたんですけど。いただきます。周りのマヨネーズだけでもうまいっすよ、これ。これブラックコーヒーです。うまっ。絹ごし豆腐一丁ドンと、でこれを潰してかつぶしで味ポン。これがうまいんです。じゃあいただきましょうか。米は少なくてもね、豆腐1丁分入ってるんで。うまい、美味しいです。見てくれは悪いけどね、うまいんですね。ちょっとね、からしでね、辛味を加えてもうまいんですよね、これ。ちょっとからしをつけて、わ、来るな。入れていきます。豚漬けの素いいっすね。で、それ、そこにね、バター醤油ね。もうバター醤油が最高にうまいっすから、これいいっすね。もうね、パスタ茹でるのと一緒にね、キャベツも一緒に茹でてるんでね、本当に簡単にできますね。野菜もいっぱい取れてね、いいっすね、これ。キャベツを美味しく食べれますね、これ。いただきます。とんかつ丼ですね。歯触りね、天かすの。味ぽんのしょっぱみだけでご飯食えますね、うまい。醤油、ハバネロソース。じゃあいただきます。ミートソース飯ですね、これ。コメントで教えてもらいましたね。辛みが加わるとめっちゃうまいですね。レトルトカレー感覚ですよ、これ。
ちょこっとチーズかけてもうまいですね、これ。酸味はたまんないですね、トマトの。いただきます。もやしツナ丼です。味付けはね、味ぽん。うまいです。いただきます。うん、うま。まだちょっと肌寒いんでね、あったかいそうめんしました。冷たくてもいいんですけどね。できます。ベーコン焼いただけです。カリカリに焼いた方がうまいですね。ベーコンの塩気とね、マヨネーズのまろみがね、最高。うまい。たまにはこういうのも美味しいです。ごちそうさまです。